皆さん、こんにちは。本日は今年4月に84歳でお亡くなりになった歌手で俳優の佐川満男さんの生涯をできる限り深く掘り下げてお送りしたいと思います。佐川さんは1960年代から2020年代に至るまで実に60年以上にわたって第一線で活躍し続けた日本芸能界の金字塔的存在でした。歌手としてのヒット曲の数々、俳優としての印象的な演技、そしてプライベートでの波乱に満ちた人生、そのすべてを余すところなくじっくりとご紹介していきます。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。佐川満男さんは1939年2月16日、兵庫県神戸市で生まれました。貿易商を営む裕福な家庭に育ち、4人兄弟の末っ子として恵まれた環境の中で成長しました。幼い頃から音楽に親しみ、特にジャズに強く惹かれていったそうです。高校時代には自らジャズバンドを結成し、音楽活動に没頭。卒業後は父親の勧めで一時的に家業を手伝いますが、音楽への情熱を抑えきれず夢を追って上京します。上京後、佐川さんはレコード会社を転々としながら歌手デビューのチャンスを虎視眈々と狙っていました。そして1960年、念願かなって二人の並木道で歌手デビューを果たします。しかしデビュー当初は思うようにヒット曲に恵まれず、下積み時代が続きました。それでも佐川さんは諦めることなく日々歌の練習に明け暮れたそうです。転機が訪れたのは1961年のこと。無情の夢が初のヒット曲となり、佐川さんの歌手人生は大きく動き出します。その後も背広姿の渡り鳥、太陽に向かってなどのヒット曲を連発し、1960年代の歌謡界を代表するスターへと成長していきました。中でも1968年発表の今は幸せかいは佐川さんの代表曲ともいえる大ヒットとなり、50万枚を超えるセールスを記録。同年の紅白歌合戦にも初出場を果たし、以降1970年までに計4回の出場を重ねます。紅白の常連歌手となった佐川さんは、その歌声だけでなく端正なルックスでも人気を博しました。1970年代に入ると佐川さんは歌手業と並行して俳優業にも本格的に進出します。時代劇、ヤクザ映画、ホームドラマなど実に幅広いジャンルの作品に出演し、その演技力の高さは高く評価されました。特に長年にわたって出演した水戸黄門シリーズや命の現場からシリーズは佐川さんの代表作として広く知られています。歌だけでなく演技でも人々を魅了するマルチな才能の持ち主だったのです。俳優としての佐川さんは悪役から善玉まで実に様々な役柄をこなしてきました。ヤクザ映画仁義なき戦いシリーズでは主人公の名優として渋い演技を披露。一方、時代劇水戸黄門シリーズでは老中土橋正直役を務め、毅然とした姿勢で反省を司る姿が印象的でした。ホームドラマ渡る世間は鬼ばかりでは主人公の叔父役として温かみのある演技を見せるなど、役柄に合わせて自在に表情を変える演技力は多くの共演者から絶賛されていました。そんな佐川さんの代表作の一つに刑事ドラマ命の現場からシリーズがあります。このシリーズでは個性豊かな刑事たちが難事件に挑む姿が描かれましたが、佐川さんは刑事役を演じ、現場の最前線で奮闘する熱血男ぶりを好演。シリーズを通して視聴者に強い印象を残しました。佐川さんの高い演技力は多くの監督から信頼されていました。映画監督の深作欣二氏は、佐川さんは本当に演技がうまい、カメラの前に立つと全身から役になりきるオーラを放つんだと、その演技力を絶賛。またテレビドラマの名プロデューサー石井福子氏も、佐川さんはどんな役でも自分のものにしてしまう、まさに俳優の鏡ですと、その才能を高く評価していました。こうして佐川さんは歌手としても俳優としても第一線で活躍し続けました。1980年代1990年代と時代が移り変わっても、その存在感は色褪せることがありませんでした。それどころか年を重ねるごとにその表現力はますます深みを増していったのです。
晩年の2000年代、2010年代になっても佐川さんの活躍ぶりは衰えを知りませんでした。特に2010年代には NHK の連続テレビ小説にも数多く出演し、存在感を示し続けました。2015年のカムカムエブリバディではヒロインの叔父進次郎役を好演。第二次世界大戦後の混乱期を生きる庶民の姿を温かみのある演技で見事に表現しました。続く2018年の半分、青いではヒロインの祖父千吉役を務め、第二次世界大戦を生き抜いた世代の苦労と知恵を体現、高い評価を得ました。そして2020年のエールではヒロインの音楽の師匠久志役を演じ、音楽に人生を捧げる情熱的な姿を熱演。視聴者から佐川さんの演技に感動した、久志のような師匠に出会いたいなど多くの反響が寄せられました。まさに値千金の名演技と言えるでしょう。プライベートでは1971年32歳の時に同じ歌手の伊藤ゆかりさんと結婚。しかしおしどり夫婦と言われながらも多忙を極める二人の生活は次第にすれ違いが増え、1975年についに離婚。長女のひろみさんの親権は伊藤さんが持つことになりました。離婚後の1988年、佐川さんは一般女性と再婚。しかし、この再婚生活もわずか数年で終わりを告げ、佐川さんは再び離婚を経験することになります。ところが、再婚相手だった女性は、佐川さんの母の介護を手伝うなどして、離婚後も佐川家と関わり続けたそうです。それが縁で、晩年の佐川さんは、この女性と内縁関係にあったと言われています。佐川さんは、生まれ故郷の神戸市内と東京を行き来する生活を送っていました。神戸のマンションでは再婚相手だった女性と穏やかな日々を過ごし、東京では歌手俳優業に精力的に取り組む毎日。多忙を極める中でも大阪市内で鉄板焼きの店天つくを経営するなど、実業家としての顔も持ち合わせていました。カウンター12席という小さな店ながら、佐川さんのこだわりが詰まった味には定評があり、連日多くのファンが訪れていたそうです。店内には佐川さんのサイン色紙や写真が飾られ、まるで佐川光雄ミュージアムのようだったとか。佐川さんも時折店に顔を出しては客と気さくに交流していたといいます。娘のひろみさんとは公私ともに良好な関係を築いていました。親子2代でステージに立つ機会もたびたびあり、時には離婚した伊藤ゆかりさんを交えて親子3人でテレビ出演することも。しかし離婚の真相について佐川さんは格差婚が原因だったと告白しています。当時伊藤さんの人気は佐川さんを上回っており、仕事量も収入も大きな差があったそうです。プライベートでは家事や育児の多くを佐川さんが担っていたと言われ、そのアンバランスさが次第に佐川さんの心を蝕んでいったのかもしれません。ただ離婚後も芸能界という同じ土俵に立つ者同士、二人は最後までお互いを尊重し合う姿勢を崩しませんでした。ひろみさんの誕生日会で顔を合わせた時など、まるで他人行儀のようだったと娘のひろみさんが証言しています。それでもお互いを思いやる気持ちはずっと変わらなかったとも語っており、二人の間に残る絆の強さがうかがえます。人生の終盤、佐川さんは体調を崩すことが増えていきました。それでも仕事への情熱は衰えることがなく、体調不良を押して現場に立ち続けたそうです。2023年4月上旬、佐川さんは胆嚢炎で入院。容態は一時快方に向かうかに見えましたが、4月12日未明、ついに天寿を全うしました。死因は老衰だったと報じられています。通夜葬儀は佐川さんの意向により近親者のみで執り行われ、弔問、香典、供物、献花などは一切辞退されました。生前の佐川さんらしい潔い決断だったと言えるでしょう。佐川さんの訃報は芸能界に大きな衝撃を与えました。特に長年の付き合いだった歌手仲間からは悲しみの声が相次ぎました。前妻の伊藤ゆかりさんは、同じ時代を生き抜いた歌手として楽しい思い出がいっぱいあります。できればまた娘と3人で歌いたかった。残念です。佐川光雄さん、お疲れ様でした。ご冥福をお祈り申し上げますとコメント。親交の深かった作詞家の阿久悠さんの妻阿久悠美子さんも、
彼の素晴らしい歌声と温かい人柄は多くの人々の心に残り続けることでしょう。心よりご冥福をお祈りいたしますと追悼のメッセージを寄せました。また佐川さんが晩年に出演した朝ドラの関係者からも、現場を和ませる優しい笑顔が忘れられない、最後まで現場に対する真摯な姿勢を持ち続けていたなど、佐川さんの人柄を偲ぶ声が相次ぎました。俳優の尾形健さんは、佐川さんは歌も演技も本当にうまかった、でも何より人間としての魅力が素晴らしかった、私にとってかけがえのない友人でしたと、友人としての佐川さんを偲びました。歌手の五木ひろしさんも、佐川さんは歌謡界の大先輩であり私の目標でもあった、ステージで歌う佐川さんの姿はいつも輝いていました、本当に残念でなりませんと深い悲しみを口にしました。佐川さんの死から数日後、所属事務所は佐川光を偲ぶ会の開催を発表。日時は2023年5月27日、場所は東京新宿の京王プラザホテルに決まりました。偲ぶ会には佐川さんゆかりの歌手仲間や俳優仲間、そして長年のファンが大勢詰めかけました。会場には佐川さんの写真の前に白菊の花が山のように積まれ、参列者一人一人が手を合わせて見送りました。偲ぶ会の中では佐川さんとの思い出を語り合う場面も。伊藤ゆかりさんは、彼は舞台の上でも元でもいつも全力でした、その姿勢に私は何度も励まされましたと、夫婦だった頃を振り返りました。娘のひろみさんは、父は家族思いの優しい人でした、でも同時に芸能人としてのプロ意識も高く、時に厳しい面も、その両面を持ち合わせていたからこそ長く第一線で活躍できたのだと思いますと、父親としての佐川さんの素顔を語りました。歌手の森進一さんは、佐川さんとは若い頃からの付き合いでした、二人で飲みに行っては朝まで歌の話で盛り上がったものです、佐川さんの音楽に対する情熱は誰にも負けないものがありましたと、友人としての一面を振り返りました。俳優の西田敏行さんも、佐川さんとはドラマや映画で何度も共演させていただきました、現場ではいつも優しく後輩を励ましてくれる頼れる先輩でした、でもカメラが回るとその表情は一変、プロ中のプロでしたと、役者としての佐川さんを偲びました。最後に司会者が、皆様佐川光雄さんに最後の拍手をお願いしますと呼びかけると、会場全体に大きな拍手が響き渡りました。その拍手に包まれながら佐川光雄さんは永遠の眠りにつきました。佐川光雄という名はこれからも日本の芸能史に輝き続けることでしょう。歌手として、俳優として、そして一人の人間として、多くの人々に感動を与え続けた佐川さん、その功績は計り知れません。佐川さんが最後まで口にしていたのは感謝の言葉だったといいます。家族への感謝、仲間への感謝、そしてファンへの感謝、その言葉通り佐川さんの人生は多くの人に支えられ愛された人生だったのです。皆さん本当にありがとう。その言葉を残して佐川光雄さんは行きました。84年の生涯を閉じた瞬間、日本中が悲しみに包まれました。しかし同時に佐川さんが残してくれた数々の歌と演技、そして彼の生き方は多くの人の心の中で永遠に生き続けるのです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。